まあでも団長海外にさ、一応海外行ったことあるんだよ。そう、前にも行ったかもしれないけど、どこだっけ？ロサンゼルス。そう、ロサンゼルス行ったことある。うん、ロサンゼルスに行ったことあるんだけど、ロサンゼルスのとこでいろいろとジェスチャーで頑張った。英語喋んないからジェスチャーで頑張ったな。そう、ロサンゼルス行ったことあるの。ロス。ロサンゼルスで、あのね、まだね、ジャパニーズ、日本には上陸してない。あ、もう上陸したのかな。でも団長の時上陸してたんかな、わかんないけど、なんかなかった、そのビクトリアンシークレットっていう、海外のなんかそういう下着屋さんがあるんだけど、そこ団長のサイズなかった団長、ほら団長ね、ナイトカップあるんですけど、そう、ナイトなだけにナイトカップあるんだけど、なかったなくてせっかく海外来たら、ね、ビッグボインボインサイズがあると思ってさ、期待したのにさ、なくて、だから、あれ買った。なんかそういう、フレグランス買って、フレグランス。なんだ、あったのかな？でも団長がもしかしたら伝えれなかったのかもしれない。そう、それを伝えきることができなかったんかも。なんかね、あれなんで、サイズが、なんか DDDD みたいな、わかる？ABCD ってあるじゃん。で、日本だと ABCDEFGHIJKLLMVV で続いていくんだけど、海外だと D までで、ABCDEE カップになると DD カップになるの。DD カップとか。そう。だから DD、どん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  D が増えてって、もうわけがわからん。だって ABCD でちょっと EFGHIJK とか DDDDDD。わけがわからんから、もう諦めたよね。諦め、難しい。そう、団長もあんま、まあもしかしたらね、もっと違うかもしれんけど、でもなんかそんな感じだった、団長の調べた感じだわ。 Yes, yes.